台湾に来たらね、お茶飲んだ方がいいね、これは ね、うん、日本のお茶しか知らない人からしたら結構ね、衝撃的なうまさだと思うよ。お茶買って帰りたいね、うん、お母さんもお茶飲んでるから、ちょっと美味しいの買ってプレゼントしましょう。お土産として。いっぱい買って帰る。普通に職場でも飲めないから職場でも買って帰りたいわこれ。好，今天第一趟来这里就是看场介绍给我们的一间在大道城的茶坊。哟，跟我走，跟我走。今アーノーさんが日本人のお客様に、うん、おすすめする3種類のお茶を出してくれますよ。一般来说，我都会先帮客人推荐三个，那我会再另外推荐两个，就是说，哎，目前台湾可能会相对比较多人在喝的，又或者是我会觉得说，哎，可以试试看的。现在在试的这个是什么？这个是阿里山茶。那个影片就是妹婿带你们去，你们的妹婿带你们去九份，对对对，那个就比较观光客的行程，对，这是比较专业的市场。阿里山茶ですね。すごいいい香りする。少し話します。今は毎日日本の動画、YouTube の動画、はい、見てるね。日本語を勉強します。日本語上手ですね。はい、いやいやいや、ありがとうございます。すごいな。得意じゃありません。でもそれだけ話してれば十分。温杯、对。はい。阿里山茶。なんかね、お茶なんだけど甘い香りみたいなのするような阿里山茶って。美味しい。阿里山茶好き。うん。いや、すごくいいお茶ですかな。なんかあのさ、苦味がまろやかなんだよね、うん、ちょっと甘みを感じるようなまろやかな苦味で、すごくでも鼻に抜ける香りがすごいいいんだよね。但是他讲得很真诚耶，就是嗯，他是认真的。すごいリアルなコメントをちゃんと感じてくれてる感じですね。可以，如果说是在喝茶的时候，可以像我们可以像日本人一样在吃拉面一样，可以喝出声音。这样喝起来的味道会再更明确。哦，そういう飲み方の方がさらに味がしっかりする。あれ、そばみたい。そば？日本のそばみたい。台湾に来たらね、お茶飲んだ方がいいね、これはね。日本のお茶しか知らない人からしたら結構ね、衝撃的なうまさだと思うよ。次、さっきと全然違うから、なんかなんて言うんだろう、濃い匂いがする気がするんだけど、会比较偏向于说木炭的味道。哦，味好香。全然違います。すいません、ご影響。おお、なんかすごい煎ってる感じの火で。
然后吃了一点火的味道。哦，对对，他刚刚说有好像有那种炒过坚果的味道。对、嗯。然后 nuts 有一种榛果的味道。榛果 nuts 那个味道。する。他说有。哇，这是刚刚的那个茶叶吗？对。我怎么会闻起来差那么多？哇，奶香奶香的，那个是不是坚果的味道？有一种绵密的香味。嗯、哇。这是乌龙茶，对，这是乌龙茶可以出这么多味道，哎，哇，好厉害！这个要特别强调是洞顶乌龙的味道。洞顶乌龙，对，那它又有在炭焙过，所以它味道的层次表现又再不太一样。哇，死对死对。对，其实有一点点学问。对。飲めば飲むほどなんか渋みが増してくるというか。東方美。東の方の美人でございます。シソ？シソみたいな匂いがする。シソ？香りだったからなんか味もそれっぽい感じ。これはね、はい、好き嫌いが分かれそう、うんうん。ちょっと紅茶っぽい感じもあるかもしれない。そう、喝起来有一点像红茶。对，因为它发酵度的就比较足，但它不是红茶。嗯，三缸啊，口味的这个口真有点。お茶買って帰りたい。ね。お母さんもお茶飲んでるかな。ちょっと美味しいの買ってプレゼントしましょう。普通に職場でも飲めないから職場でも買って帰りたいわこれ。ちょっと台湾のイメージ変わりますよ。パイナップル界だけじゃないからね。現在、あよごめんごめん。今アーノーさんがこれから3つこうお茶通の人がこうちゃんとこうプレゼントで送り合うときにこれでしたらもう素晴らしいみたいな。所有物を出してくれます。嗯，像这个茶我们就不会推给观光客，除非像有些观光客有特别指明说，就是他要喝最好的。对，那但还是会有那一种客人会说他要送很重要的朋友。那当然就是那这个就还会是选择之一，只是大事なお客さんに送りたいものとかでしたらもうこれを出します。但通常不会是第一个就拿出来。对对对。我们喝没有问题吗？没有，你们喝是，就是吧？因为你们是重要的贵宾。是。大切な。大切なお客さんですから。哎，所以会拿这个出来。所以这是什么茶？这个是大庾岭的乌龙茶，种植在相对高很高海拔的茶区。哎，仿佛闻到那种古。稻谷什么玉米的味道，怎么这样子？哎，你们很准哦！啊，耶！トウモロコシの匂いがしますよって、もうすごい合ってる、合ってたよって。哇，嬉しい嬉しい。鼻が問題なかった。很准。咦？美味しいよ。でも苦味がないかもしれない。啊，下一支的话是要来推荐台湾近几年很流行的台东鹿野红乌龙乌龙茶的制程。加上红茶的制程，紅茶の作り方とウーロン茶の作り方を混ぜた作り方なんで、だから紅茶の香りね。哦，所以呢，它同时会有红茶的风味跟乌龙茶的风味。很香哎，这是什么？哇！你们闻到的这个甜的味道是茶叶经过烘焙之后转化出来的。可是因为哇这样子又不太好意思，因为我很想喝奶茶啊，所以刚刚味道觉得哇好适合做成奶茶，非常适合，非常适合。嗯，さっきの紅烏龍がミルクティーに作るのに適したものですよって。そうだからその匂いに酔った時にもうミルクティーにしたら美味しいそう。なんか大地がなんか。の匂いが。何の匂いか。
当たったらしいですよ。お茶ソムリエになれるんじゃないですか。すごい。好きな。有点就是，哇，好像很熟悉的味道这样子。お茶好きだしね。冷めた方がなんか香りの甘みがすごい強く感じるね。そうですね。なんか味が全部濃い。うん。本当に個人的な高さ。うん。何アリサン茶とあとホンウルン茶。おお。うん、好きだった。然后这个装阿里山嘛，对，谢谢。这个样子，好，然后里面我都有帮你放介绍的，嗯，哎，我 get 到，哈哈哈哈哈，大事にしないと。谢谢，谢谢老板。どういたしまして。啊，满足，大满足でございます。晚餐吧。好，谢谢阿诺。オーナーさんが私たちを連れて、タカさんの好きな麻辣火鍋を食べに行きます。超热情的啦。でもこれぞ台湾人のサービスです。おもてなし。